こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。歴史的にも証明されている日本固有の領土竹島を実効支配し、独島と勝手に名付け対馬まで韓国領土を主張してますが、加藤官房長官が改めて日本の領土だと主張したら宣戦布告と捉えてきました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本政府は地方自治体が主催する竹島の引き年行事を機に、独島は日本の領土という主張を繰り返した。産経新聞によると、日本政府スポークスマンである加藤勝信官房長官は定例のブリーフィングで、独島と関連して竹島は歴史的にも事実に照らしても国際法上も明白な日本固有の領土と主張した。加藤長官はまた、日本の領土、領海、領空を断固として守っていく決議のもと、冷静かつ毅然として韓国側に対応すると強調した。さらに、国際社会の正しい理解を得ていくことが重要だとし、独島問題解決に向け、世界各国にある日本大使館と国内の知識人の海外派遣などを通じて情報発信を強化していると説明した。一方、島根県では独島領有権を主張する竹島の引き年行事が開催される。島根県は2月22日を竹島の日に指定して記念行事を毎年開催している。菅義偉内閣はこの日の行事に政府関係者を派遣する予定だ。当初、日本政府は竹島の日の行事に政府関係者を派遣していないが、安倍晋三二次内閣発足直後の2013年から毎年政府関係者を派遣して独島領有権主張に力を貸している。この日の式典に派遣される人物は例年と同じく次官級で、内閣府で領土問題を担当する和田義明政務官だ。今年で16回目となるこの日の行事には、丸山達也島根県知事をはじめとする関係者や住民ら200人余りが参加する。例年は約500人が参加したが、今年は新種コロナウイルス感染症の影響で出席者数を例年の半分程度に限定した。一方、日本の本州南西部に位置した島根県は1905年2月22日独島を竹島と呼び、日本の領土に編入させる告示を発表し、以後2005年に2月22日を竹島の日に指定し、2006年から毎年同日の記念行事を開催している。それではネットの反応です。韓国が実効支配している土地なのに何を断固として守るのか、どうやって守るの。大韓民国の軍人が守っているが、戦争するの。戦争して勝つ確率はどのくらいですか。取り戻してみろ。野心を捨てなければ、近いうちにチェジュ島も日本の地だと言い張りそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。